はい、どうもめチャンネルです。今日は8月22日でですね、今日私台場の方に来ておりまして、グランド日光東京台場の方にね、本日は宿泊していきたいと思います。今日8月22日ちょうどね、今お昼回ったところですけどね、当たった方はね、実は今日フライングホニーのチャーターフライト行ってるはずなんですよ。いやー本当にね、羨ましい。当たらなかったです、残念。はい、ということでね、私は今日こちらのグランド日光東京台場の方にね、宿泊していきたいと思います。でこちらのね、宿泊に関しましてはアメックスのね、フリーステイギフトを利用して本日ね、無料で宿泊をさせていただきます。まあ、厳密に言うと1万6500円追加料金をお支払いしてですね、エグゼクティブフロアの方にね、変更していただいております。なのでエグゼクティブラウンジもね、使えるようにさせていただいているという状況です。でこちらのね、見えないですけどね、グランド日光東京台場に関しましてはもともとね、1998年に開業したわけですけれども、もともとは京急電鉄系列のですね、パシフィックホテルズとエールフランス系列のですね、メルキュール関係がですね、手を組んで一緒にね、作ったホテルです。でまあ京急がね、いろいろあった時にですね、確か2016年ですかね、2016年頃にですね、京急電鉄はですね、土地をヒューリックの方にですね、で建物の方をどっかのね、 SPC グランブルー合同会社という SPC にね、確か売却をして、最終的には2019年に建物分もヒューリックが取得してね、今に至るという状況です。でパシフィックホテルズを京急電鉄はですね、大倉日光の方に売却しまして、今リブランドされてですね、グランド日光東京台場にね、リブランドされているという状況でございます。ちなみにちょっと見えないかもしれませんけど、反対側にね、ありますヒルトンですね、こちらももともとはね、JAL 系のホテル日光東京っていうね、ホテルだったんですけど、こちらもね、今ヒルトン東京台場に変わってるという状況です。はい、まあ、ちょっとね、余談が長くなりましたけど、これからね、早速チェックインの方をしていきたいと思います。ただ残念なことにですね、今コロナ禍ということもありまして、エグゼクティブラウンジでのね、チェックイン手続きが休止という状況でございますので、普通のね、チェックインカウンターの方でチェックインをね、していきたいなと思います。じゃあね、早速行ってまいります。はい、でこちらがね、メインのフロントロビーでございますね。で右手の方にはね、ヒルトン東京台場が見えます。じゃあね、早速中の方に入っていきましょう。あ、涼しい。今日もね、めちゃめちゃ暑いんですよ。いや、中ね、開放的ですね。こちらもね、高級感がある佇まいですね。天高も高い。チャペルをね、思わせるような感じの形ですね。こちらがエグゼクティブラウンジなんですね。このお客様にお進みくださいませ。お手続き中の用途はこちらでお預かりをさせていただきます。はい、お願いします。こちら代表者さんで、はい、はい、はい、今ね、ラウンジの方に入ってまいりました。非常に高級感っていいですね。まだね、開いたばかりということもあって人はほとんどいませんね。はい、こういった形でね、ございます。はい、コーヒーメーカーとね、トマトジュースとかね、カルピスとかお茶とか、パイナップルジュースもありますね。あとお茶の種類も非常に豊富ですね。ルイボス、ピーチマンゴー、スイートキャラメル、シナモンジンジャー、朝鮮茶、ジャスミン、アールグレイ、ダージリン。こちらにはもうね、ビールとか置いてありますね。一番搾りがありますね。こちらの方にはね、クッキーとかがね、今置いてありますね。2時前ですけど、こういったクッキーとかがね、置いてあります。はい、こちらのジュースはね、オレンジジュース、リンゴジュース、アイスコーヒー、牛乳、アイスティーがね、ございます。はい、チェックイン手続きだけはですね、エグゼクティブラウンジの方でね、できるよと。インターネット上ではね、今取り扱ってませんってなってましたけどね、
チェックアウトは通常のフロントの方で行うような形みたいです。こちらのね、窓際の方は明るいですね、非常にね。ありがとうございます。どうぞ。ありがとうございました。こちらがね、エレベーターホールですね。はい、今日はね、30階中25階のお部屋になっております。エグゼクティブフロアですね。ちょうどこの25階以上がエグゼクティブフロアみたいですね。こんな感じの、すごいね、こじゃれた感じのね、エレベーターになってますね。リックも天井が気になってます。気になるね。エレベーターは意外とゆっくりでね、耳がキンとはならないエレベーターですね。はい、あ、なんかすごい広いですね。2538、もうすぐのね、お部屋でした。ここです、2538。じゃあね、荷物も入れてもらってるかもしれませんけどね、入っていきたいと思います。あ、荷物入ってますね。はい、ではベビーベッドもね、もう入ってますね。はい、じゃあまずこちらが洗面所ですね。大理石の洗面台にバスタブですね。そしてトイレ。なるほど。なんだろう、なんかちょっと西洋風な感じしますね。ホテルミラコスタみたいなね、感じ。ボディーソープとかね、これもグランド日光のオリジナルでしょうかね。で、あとバスソルトとかね、こちらのスキンケアセットとかね、あとボディータオルとかね、ございますね。そして歯ブラシとかね、こういった形でね、セットになってますね。歯ブラシ、コットン関係とヘアバンド、ヒゲ剃りとかですね。はい、シャワーキャップとかございます。こういう風にね、一式まとめられてると非常にいいですね。はい。で、伸び製のドライヤーですね。勢いがありそうです。で、拡大鏡とかね。はい。うん。すごい西洋風な。ここがバスローブとかセキュリティボックスとかね、入っております。お部屋はね、結構コンパクトですね。で、ダブルベッドがあって、テレビがあって、もうお部屋の全貌はこれだけですね。最近ね、なんかいい部屋泊まりすぎてるんで、これもね、いい方だと思いますけど、なんかね、広いところばっかり見てたんでね。はい、でもなんかすごいゴージャスな感じしますよね。先ほどのエグゼクティブラウンジもそうですけどね、ゆったりとした作りになってます。で、ネスプレッソのコーヒーがあって、ポーションがね、置いてあると。で、ウェルカムサービスということで、ウェルカムスイーツがね、置いてあります。このようにね、ウェルカムサービスのご案内とありまして、この度はグランド日光東京台場をご利用いただき誠にありがとうございます。ウェルカムサービスとして、スイーツと冷蔵庫にお飲み物をご用意させていただきました。ごゆっくりお過ごしくださいませということです。で、スイーツと飲み物は到着時のみの提供ということでね、飲み物も飲んでいいんですね。で、水はね、4本いただいてます。はい。で、中ね、グラスとか置いてあって、お茶がグランド日光って書いてありますけどね、ルピシアですね。すごい。
へえ、こちらのセンチャオモの方にもね、ルピシアって書いてあります。センチャオもあるんですね、ルピシア。知らなかったです。ネイ君、覗きに来たの。じゃあ冷蔵庫見てみましょうか。え、これ飲んでいいのかな？なんかね、冷やしてあるだけだよってことなのかな？難しい。後でちょっと確認してみたいと思います。レイ君、狭いところを通って。あ、動きたかったね。はい。じゃあね、カーテンの方を開けて、お部屋ちょっと明るくしていきたいなと思います。はい。で、このようにテレビがあって、こういったね、テーブル。そしてソファーですね。おぉ。はい。こちら今回はね、レインボーブリッジ側ではないお部屋にしてあります。こちらね、アメリカンエクスプレスのフリーステイギフトを利用して、追加でね、16,500円払って、こちらね、エクセクティブフロアにしてもらっているわけですけど、あちらのね、ベイブリッジ側にしてもらうとね、2万円ということでございました。はい。まあ、ヒルトンでね、あちらの景色を見ましたんでね、今回逆側ということで、こちらを撮らせていただいてます。船の科学館側ですね。懐かしいな、船の科学館。見えづらいですけどね、あそこに羽田にね、着陸する飛行機もね、飛んでますね。こちら側の方がね、飛行機はよく見えます。ちょっとこのカメラだと映ってないかもしれないですね。はい。で、パジャマとタオルね、多めにお願いしましたんで、タオルがね、追加のタオルとパジャマですね。はい。なんか、この枕の感じ、いい色ですね。なかなかないかなと思います。結構個人的にはこの色好きですね。で、壁紙がね、ゴールドっぽくなっていて、このようにね、絵が飾ってあると。はい。で、子供用のね、マットとかね、そういったものも置いてありますし、おむつ入れボックスね、なんかもございます。はい。レイ君、ベビーベッドに入りました。どうですか？ベビーベッド具合。いい感じ？レイ君がね、ベッドに座るとこんな感じですね。歩いてんの？歩いてきたの？え？持ってっちゃうの？はい。というわけで、無事にね、グランド日光東京台場の方に今チェックインしてお部屋の方にね、入ってまいりました。で、ちょっとね、変更点がいろいろあるみたいでですね、通常がちょっとわからないんですけど、エクセクティブフロアのね、営業時間が10時から22時までということになっております。で、27階のビューラウンジオン27っていうんですかね、このセルフサービスでコーヒー、紅茶をご提供しておりますということでね、アルコールのご提供はございません。お部屋のね、カードキーで入場いただけますよということの案内があったりとか、あと朝食会場がですね、今回ねこのグランド日光東京台場に私宿泊するのが初めてなんですけど、ザ・グリル・オン・サーティース、30階のねザ・グリルっていうところと、あと玉かがり、だから 和洋定食なのか寿司御膳なのかっていうのと、あとねルームサービスもね選べるみたいですね。うん、どこ行こう、めっちゃ悩みますね。初めてだとどこがいいのかな？やっぱりザ・グリルとかに行った方がいいのかな？ちょっと悩みたいと思います。明日はもうチェックアウトですからね。一回しか朝食食べれませんからね。悩みますね。はい。で、3階にフィットネスクラブがね、ございまして、月曜から土曜日が7時から22時、日曜祝日が、7時半から夜19時までという状況ですね。うん。グッズのレンタルとか飲食等に関しましては料金が発生、エッグが暴れてますね。
料金が発生しますということでね、利用は16歳以上ですよとかね、そんなことが書いてございます。あとはね、フリーステイギフトの方でね、特典としてついてる 10% クーポン、 10% オフクーポンですね、あったりとか、あとは Wi-Fi のねパスワード、このようにねいただいたりとか、ちょっと隠してますけどね。で、レストランのね案内なんかがございます。はいはい。で、朝食メニューとしてね、ルームサービスのメニューがございまして、4200円でねアメリカンブレックファーストがあったりとかね、ディナーでオードブルがねあったりしますね。このアメリカンエクスプレスのフリーステイギフトで、朝食がねついてるのかな、月なのかがちょっとわかんないですけどね、別途料金なのかもしれないですね。はいはい。今ね、せっかくなんで Wi-Fi 繋いでですね、ちょっと速度測ってみました。下りがね、20Mbps で、アップロードがね、31Mbps ありますんでね、まあ YouTube 見るとかね、全然問題ない速度かなと思います。いいですね。はい。じゃあね、ちょっとゆっくりしてね、夕方、またね、ラウンジの方に行ってみたいなと思います。もういただいちゃいましょう。明るいうちの方がね、やっぱり酔いも覚めますしね。美味しいですよね。いただきます。うまい。私キリン派ですけどね、スーパードライも美味しい。はい。本来ね、15時、本来タイミング本来ね、15時チェックインのところをね、なんやかんやで、1時40分ぐらいにチェックインさせていただきましたんでね、時間が思ったよりあって非常に良かったです。これから27階のビューラウンジ行ってですね、あと3階のフィットネスとかね、館内の施設環境をちょっとこれからね、見に行ってきたいと思います。レイ君元気ですね。行ってまいります。はい、27階に到着しました。はい、ビューラウンジがね、こちらにございますね。ああ、上ね、こんな感じで吹き抜けになってるんですね。上もちょっと後ほど見に行きたいですね。今はこちらのね、カードキーを利用してね、入るような形になってます。アルコール消毒していきたい。はい、今ね、誰もいらっしゃらないですかね。こういったコーヒー、紅茶があってね、こういったビューラウンジがございます。ちょうどこちらがね、レインボーブリッジ側のビューですね。ヒルトンが見えます。非常にね、この内装もそうですしね、非常に落ち着いた感じに作られてますね。はい。で、お茶関係はね、先ほどの2階のエグゼクティブラウンジとね、同様のお茶が置いてあって、エスプレッソマシンとかねございます。カフェオレとかね、お湯とかも出ますね。はい。じゃあ続いてね、3階のフィットネスセンターのね、ジムがあるところに行ってみたいと思います。はい。3階の方に到着しました。右手がね、フィットネスクラブみたいですね。室内プールもあるみたいです。はい。フィットネスクラブ、屋内プール、テラスプール、ともにね、エレベーターホールから右手の方に進んだところですね。あ、プライベートバーなんかもね、夜ここが開くんでしょうね。あ、いろんなね、絵が飾ってありますね。すごい。ホールみたいな感じになってますね。ここが吹き抜けで、先ほどのね、エントランスがございます。なるほど。こちらはなんか結婚式場みたいのもありますね。チャペル。ここでね、式挙げる方はね、参列されて、実際式挙げたりするんでしょうね。なるほど。非常に清潔感ってすごいですね。綺麗です。で、下のね、フロアからこうやって上がってきてね、先ほどの、こちらのチャペルにね、繋がると。すごいですね。天高も高くて。オルガンなんかもこちらにございますね。はい。こちらがね、屋外プールみたいですね。
ちょっと中見させてもらえるかどうかお話ししてみたいと思います。チャペルの反対側でございました。フィットネスクラブ、ブークラブですね。中ちょっと見れたりしますか。はい、ここがフィットネス室なんですけど、ね、はい、あ、もちろん。なんか屋外プールとかはまた別なんですか。そうですね、屋外プールは4階です、はい、あ、4階なんですね。ここ3階です。あ、わかりました。こっちから入ればいいです。あ、こっち。こちらがコインジスです。はい。こちらがフィットネスのチームです。はい。スリッパー言いますか。あ、いいです、いいです。はい。もうじゃ、ちゃんと見て戻ってきます。ありがとうございます。はい。こちら屋内プールとですね、フィットネス。こういったね、形でもう置いてありますね。なるほど。あ、屋内プールもね、狭いですけど3本コースがあって25メートルあるんでしょうかね。あ、なんか施設っぽくていいですね。トイレ、フィストルーム予約されてますね。感じのウェイトルームですね。結構本格的ですね。でこちらからもね、テラスプール入れるみたいですけど、一応ね別のルートで入っていきたいと思います。インストラクターの方のね写真なんかも貼ってありますね。でこちらのエレベーターを利用してですね、テラスプールの方に上がっていきたいと思います。ジム使ってるとね、ジムの中から上がれるみたいですね。終了。すいません、中ちょっと見れたりしないかなと思って来たんですけど、いいですか、はい、ちょっと子供が今まだ1歳で使えないんで 見るだけすいません。こんな感じの更衣室でございますね。シャワールームですね。そうですね。あ、いいです、いいです、大丈夫です。大丈夫ですか？ちょっと抜いちゃうかもしれない。うまくかわします。そう、3歳しか使えない、3歳以上じゃないと使えないっていうんで、今回残念ながら。めちゃめちゃ綺麗な感じですね。広いわけじゃないですけどね。非常にいい感じですね。ブルメは、ね、グランブルーですね。前のヒューリックがね、買うときからもう合同会社の名前と一緒ですね。はい、プールの方ね、見させていただきました。ナイトプールの方もね、見させてくださいということでお願いしたらね、心よく、ぜひいらしてくださいということでしたんで、暗くなってからね、また行きたいなと思います。で、レイ君がね、残念なことに3歳以上にならないとね、使えないということでございます。で、今回ね、こちらのグランド日光東京台場にした理由としてもね、本当は、ニューオータニの方に泊まろうかなとも思っていたんですけど、アメリカンエクスプレスのフリーステイギフトを利用すると土日祝日祝前日に使うとですね、プラス2万円で、お部屋のねアップグレード、スタンダードからデラックスにするのにさらに2万円なんですけど、プールをね、利用したい宿泊プランを取らないと今プールが利用できないということだったので、そうするとフリーステイギフトがね使えないということだったんですよ。なので今回はね、ニューオータニは断念して、こちらのねグランド日光東京台場にさせていただいたんですけど、非常にねいいホテルでね、今のところ非常に満足しています、うん、暗くなるまでちょっと散策したいなと思います。で今2階のですねエントランス前の方に来てますけど、先ほどのねチャペルがあったところの下です。はい、こんな感じでね吹き抜けになっていて非常に綺麗ですね。でメインエントランスのね脇、先ほどのゆりかもめ降りたところにですね生活彩花がありますんでね、こちらで飲み物買ったりとかね、なぜかねミッキーとかねドナルドとかのねディズニーグッズも売ってたりするんですよね。これ非常に便利だと思います。でこちらの上がチャペルですね。いやーなんか神々しい感じしますよね。
はい、でこちらのチャペルがねある2階のところね、こういったイタリアンレストランなんかもありますね。いや非常に美味しそう。結構ねグランド日光東京台場の中にはいろんなレストランもね入っていそうでね楽しいですね。はい、外出るとねこんな感じです。先ほどね入ってきたところと一緒ですけどね、生活大化があってコーヒーショップがあったりとかね、こういった美味しそうなねスイーツ屋さんなんかもあったりします。で隣はねフジテレビですね。はい、でゆりかもめの台場駅直結でございます。反対側に行くとねヒルトン東京台場がございます。はい、でこちら側がねヒルトン東京台場です。ヒルトン東京台場のね動画に関しましてはねまた別で撮ってありますんで、よかったらご参照ください。でそのままね、デックス東京だったりとかアクアシティの方にね繋がってますんで、まあ、ホテルでご飯食べなくてもね全然食に困ることは全くありません。はい、グランド日光東京台場の外観ですね。結構でかいですね。で右手がヒルトン東京台場でございます。はい、じゃあねホテルの方に戻ってきましたんで、これからエクセキティブラウンジの方にね、入っていきたいと思います。ちょうどね5時もあってカクテルテムが始まった頃だと思います。なんか部屋番号とか大丈夫ですか？あ、お部屋の鍵切り、あ、はい、はい、確認だけさせていただければ。あ、ありがとうございます。あ、これ大丈夫です。はい、はい、エクセキティブラウンジの方に戻ってまいりました。ルームキーって分かるんですかね、色が違うんでしょうかね。ちょっと他の部屋に入ったことないんで分かんないですけどね、これ見せたらね大丈夫でした。はい、はい、そしてね今座った途端にね、プレートでこういったものが出てまいりました。これがね本日のアラカルトだそうですね。やっぱりねコロナ環境下ということもありましてね、ビュッフェっていうのはねほとんどなくてですね、まあ、クッキーがね袋に入ったクッキーとかねそういったものがある程度ですよね。はい、ちょっとね生ビールとかもありますんで生ビール取っていきたいと思います。はい、先ほど来た時はねこういったものなかったですね。ブルックリンラガーと銀河高原ビールですね。はい、ビールね取ってまいりました。めちゃめちゃ美味しそうです。銀河高原ビールですね。今日ね外出してきてそのままクラブラウンジの方にやってきてますんで、マウスシールドね持ってきてますので、このままね、食べて喋らずにね食べていきたいと思います。じゃあねちょっとシャンパンとかね他のお酒類ね、覗いていきたいと思います。はい、赤ワインとね山田錦とかねありますね。ウイスキー関係とか結構ね豊富に揃ってますね。はい、クラブラウンジいいですね。すごくねお酒飲む人だったらね非常にシャンパン片手にね、ゆっくり喋りながらねちょっとつまんでねいいかなと思います。ただねやっぱりなかなかこういう環境でね大声で喋ったりとかしづらい状況なんでね、節度を持ってね、やっていかないといけないかなというところはどうしてもねありますね。はい、最高です。シャンパンいただきます。はい、エグゼクティブラウンジの方から今一旦ねお部屋の方に戻ってきました。結構ねほろ酔いな感じでいい感じです。リー君歩いてます。まだね、明るいのでもうちょっとね暗くなってからナイトプールの方とですね、あと27階のですねビューラウンジの方にもう一回ね夜景を見に行きたいなと思います。
ちょっと暗くなるまでね、ゆっくりしたいと思います。やってきたよ。だいぶね、暗くなってきました。ちょっとね、雷なんかも光ってるみたいですね。はい。というわけで、なんかね、大雨が降る前に、ナイトプールとかね、見に行ってきたいなと思います。じゃあね、行ってみましょう。はい、ナイトプールのね、見学させてもらえることにね、またやってまいりました。雷鳴ってますけどね、雨は降ってないんでね、はい、こんな感じのナイトプール具合ですね。結構いい感じですね。意外と人います。はい、ナイトプールね、見学できましたんで、これからね、27階のビューラウンジの方にね、向かいたいと思います。はい、はい、27階のね、ビューラウンジの方にやってきました。多少ね、人がいらっしゃるそうですね。はい、レインボーブリッジ越しにね、東京タワーが見えますね。東京五輪のですね、オブジェはなくなってますね。前回ヒルトンで泊まった時はね、まだございました。はい、こんな感じですね。こちら側でね、この風景が見えるんとしたら逆側のお部屋で良かったかもしれないですね。お部屋の方にね、戻ってきました。まあ、ナイトプールもね、無事に見させていただいて、結構ね、人いらっしゃいましたね。宿泊者もですね、プールを使うのにね、お昼の時間帯とナイトプールで2部制になってるんですけどね、一部ずつで、ね、2600円かかりますからね。で、普通のね、宿泊者じゃない方は5000円ぐらいかかるのかな。結構かかりますよね。で、今日ね、8月22日なんですけどね、ここに来て気づきましたけど、24時間テレビね、やってたんですね。はい。ということで、まぁ、ちょっと24時間テレビ見ながら動画の編集しながらね、今日はゆっくり休みたいなと思います。明日の朝食ね、どちらで食べようかね、ちょっと悩みながら、まぁ、明日、現地でね、どっちにしようかなって多分悩んで決めるような形になると思いますけどね。はい、いずれにしても、どちらかね、選んで、ルームサービスでの朝食はやめてね、レストランの方で食べたいなと思います。じゃあね、おやすみなさい。また明日。はい、おはようございます。いや、ぐっすりね、寝れました。今ね、レイ君と一緒にお風呂入ってきてですね、これから朝食の方にね、向かいたいなと思います。いや、まだね、お寿司食べるかね、お寿司なのかわかんないですけどね、お寿司屋さんの方に行くのか、グリルの方に行くのか、まだ悩んでますんでね、一応現地着いてからね、決めたいなと思います。で、昨日夜はですね、結構な雷ですね、雨はそんな強くなかったみたいですけど、雷がね、一晩中、鳴り響いてたっていう感じでしたね。今は、曇ってはいますけどね、雨は降ってない模様ですね。はい。ちょっとね、かなり曇ってますけどね。幸い雨は降ってない模様です。よかった。はい。じゃあね、これから朝食会場の方にね、30階になりますんでね。まぁ、ちょっと曇ってますけど、見晴らしどんなもんかで、ね、こっからさらに5階高くなりますんでね、見ていきたいと思います。じゃあね、行ってまいります。はい。じゃあ30階の方にね、向かいたいと思います。いやー、ザ・グリルにするか、玉かかりにするか、非常に悩みます。おはようございます。はい、こちらが洋食ですね。こっちはお寿司になりますね。どうする？まだ悩んでるけど、うん。はい、玉かがりのね、メニューは、こういったね、日替わりの小丼と、お寿司が7貫みたいですね。はい、洋食のメニュー、スクランブルエッグ、目玉焼き、オムレツ、フレンチトースト。ありがとうございます。ありがとうございます。ベビーカーじゃここで助かります。全然大丈夫です。ここでもう立って遊べますから、ね。ありがとうございます。
ここは料理とサイドディッシュがハムかベーコンかソーセージなどトレーラーになって、はい、で飲み物がそこにありまして、はい、でこのちょっと奥行ってもらってパンがあるんで、はい、お選びいただいて、はい、お願いします。はい、はい、じゃあお食事中の札で、あ、すいません、はいはい、今ね席の方に案内していただきました。結局ねこちらの洋食の方にさせていただきました。で理由としてはねやっぱり洋食の方がパンがあったりとかレイ君がね食べれるものがあるんじゃないかなということでですね、こちらをチョイスさせていただきました。はい、非常にね、まあ、ちょっと窓際の席ではないんであれですけどね落ち着いた感じで非常にいいですね。で今朝8時過ぎですけどね、まあ、入りはぼちぼちっていう感じですね。結構奥にね広いレストランでございます。はいはい、で飲み物はですねビュッフェというか自分でね取りに行くセルフ式になってまして、メインディッシュはねこのスクランブルエッグ、目玉焼き、オムレツ、フレンチトーストから一品選ぶような形になってます。付け合わせのねソーセージにするのかスモーク濃いめのベーコンにするのかハムにするのかっていうのもねこちらでチョイスするような形になってます。それにフルーツ入りのヨーグルトと、ホテルメイドベーカリー、これはパンね、ご自身で取りに行くような形になっております。はい、こちらのね30階のレストランザ・グリルの方からね望む見晴らしはこんな感じですね。ちょっと曇ってますけどね、非常にやっぱりヒルトンよりも全然高いですよね、うん、レインボーブリッジもね東京タワーも曇ってはいますけど見えますね。ちょっとカメラ上では見づらいかもしれないですね。はい、飲み物はね牛乳、オレンジ、グレープフルーツ、アップル、野菜ジュース、あとメロンもねあります。これちょっと飲んでみたいですね。あとアイスコーヒー、豆乳、水です。あのパンがね、食パンとクロワッサンとかですね、ピーツロール、あんこデニッシュ、リンゴデニッシュ、結構種類豊富ですね。はい、今ねパンを取ってきまして、ジュースはねメロンジュースがあったんでねこちらを取ってきました。戻ってくるとね、もうサラダとフレンチトースト、あとはね、先方のオムレツがね、もう届いてましたね。早い。じゃあね、早速食べていきたいと思います。はい、ご飯も食べてね部屋に戻ってゆっくりね、いたしました。先ほど結構ね雨降ってたんですけど、今ね雨が止んで曇り空ちょっと明るくなってきたかなっていう感じでございます。はい、よかったです。でこれからねレイ君いっぱい遊ばせるためにですね、お台場のですねアネビートリムパークというところにね行ってきたいなと思っております。そのねレイ君遊んでる動画に関してはねレイチャンネルでねアップできればなと思っております。はい、で今回ですねこちらのグランド日光東京台場の方にね、初めて宿泊させていただきました。お部屋としてはね1990年代後半っていう感じのねちょっとバブリーな感じもね匂いますしね、それでもねまだ古い感じはやっぱり感じなくて、非常にね新しい感じまだしますね。でねホテルオークラのね傘下に入ったっていうこともあるんでしょうかね、スタッフの皆さんのねサービスが非常にねホスピタリティが高いっていうんですかね、印象を受けましてね非常にいいホテルだなと、思いました。はい、またね、今ビュッフェじゃないんでね相変わらずねビュッフェの時に行きたいなっていうふうに思うホテルがいっぱいあるんですけどね。で朝食ね今朝食券で今回はお寿司屋さんの玉かがりの方に行きませんでしたけど、朝からねお寿司も食べられるということでね非常に今だけなのかもしれないですけどね非常に良かったなと思います。うん、景色もね非常にいいですしね。はい、というわけでですね、はい、リー君かぶってる。はい、というわけでですね、今回の動画はこちらで以上になります。この動画がためになった、参考になった、面白かったよという方はぜひ高評価ボタンとコメントね気軽に残しておいていただければ幸いです。あと概要欄下の方に Twitter や Instagram やってますんで合わせてぜひねフォローチェックよろしくお願いいたします。じゃあね、また次の動画でお会いしましょう。